親子対決だ。いやーやばいこれもしかして JP さんの YouTube ですか。あーそうはい、こんにちは、紹介者です。なんとですね、ピカチンキットから水鉄砲、やっぱ夏といえば水鉄砲ですから、はい、発売されました。これね、組み立ていらないみたいなんだよね。実はですね、明日ちょっと水をね、かけるイベントがあって、まあそれだったらね、なんか面白い水鉄砲持ってって遊びたいなって、家族で行くんですけども、ってことで、ちょうど前日これが発売されたから、あ、いい機会じゃんってことで、まずは開封して持っていきたいがために今動画を撮ってます。なんか面白そうでしょ。まっすぐ飛ぶだけじゃなくて、なんか横に飛んだりとか、トリプル発射っていうのも面白そうだし、このミスト、霧が出せる水鉄砲ってなかなかないでしょ。切り替えられるのが結構ないと思うんだよね。結構でか。はい、ウォーターカスタムシューター本体です。ここがペットボトル、から水を吸い上げる。なかなかよくできてる。これでポンプアクション。これがまずね、レーザーシャーク。はい、真ん中に穴が開いてますので、真正面に飛びます。これがサイドワインダーノズル。穴が横方向に、こちら左側だけですね。なので、こうやって向けてるんだけど、つけてみようか。ちょっと斜めに差し込んで、回してロックですね。はい、ほら、こうやって真正面に構えてるんだけど、出てくるのはこっちね。リバイアさん、リバイアさんノズルなんだけど、リバイアさんだって。はい、3連ですね。はい、こことこことここから出る。最後はこれ、ミストパスノズルね。ここから霧状の水が出るみたいです。まあ、こうやってノズルが4パターンあって、ね、いろんな出方するのはすごく非常に魅力的だと思いますね。レーザーシャーク、レベル2ですね。レベル1から3まであって、真ん中のレベル2なので、まあ、程よい性能なのかな。レベル1で約30秒、レベル2で約35秒、レベル3で約40秒。なので、レベル2なので、約35秒。このね、動かなくなるまでチャージしていいみたい。じゃあ、35秒待ちましょう。じゃあ、行きますよ。おぉ。あ、止まった。取って、ここにセットして、よいしょ。ここを後ろにスライドすると、おー、なるほどね。こうセットして、こうやってって感じですね。はい。21秒だね。チャージに30。チャージなんか長いやんけ。この20数秒の使いどころだね。やべ、ちょっと楽しいぞ、これ。これで明日はね、楽しく遊べそうです。撃ってみて。うわー、出そうだね、いっぱい。そっちが、もらったやつでしょ、今回、イベントで。もうすぐだ。あ、終わった。もう一本引っ張ってください、どうぞ。あとこれもあるよ、3個出るやつ。うわあ。どこ？親子対決だ。いやー、やばい。意外と戦力になってんじゃねえ。どうだった？それ。どうそれ？楽しい？サトシンさん見つけました。どうもー、サトシンさん。仙人さん、あのね、忘年会の時に、はい、隣の隣でした。同じ島でした。これ
もしかして JP さんの YouTube ですか？あ、そう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 、これピカチンの人気役を。こちらがピカチンキッドの何ですか？忘れました名前。ピカチンのシューターでございます。ぜひ皆さんも買ってみていただきたいと思います。ありがとうございます。